はい、それじゃあ本日もやっていきましょう。第12回アルカナハート3中東部杯開始したいと思います。イエーイ。で本日は、ランダムズオン2でリーグ戦とさせていただいております。で半端数だったんで僕がちょっと出場を自粛しておりますが、はい、そんな感じで、じゃあ第1回戦、これは元帥ですかさんとミッチェルさんのチーム、対、浅場さんと2号さんチーム、よろしくお願いします。で、はい、チーム見たい方は僕の方にすいませんがちょっと聞きに来ていただければ。これつまめファンさんと、うん、本日浅場さんは、ナズナですね。エコダちゃん、この初回、この初回 の、 あの今あそこでやってる、はい、第1回戦、第1試合の、先鋒戦、これは元帥ですか対浅場、リリカとナズナ。さあアルカナはお互い時セットプレー重視。第1ラウンドリワクとりあえず置いてタメイ。さあコンボ分からないと言っていましたが、まあナズナは結構ねもう無力攻からの連携とかは他の人のプレー見てればなんだかんだで結構分かってると思うんで、さあどうなるか。先に足引っ掛けて1-2-3、しかしダメージ状況はこれで、まあ、五分、アスターバーナズナが微妙にリードといったところから、リワクを置いて空中戦、お互いに引っかかって、さあ、コンボは分かっていないが、しっかりダメージ取っているのは、アスターバーナズナだが、さあ、ここで元帥が、受け身狩り、投げて、さあ、表裏やってからのターメイ。そこから殺し切って一本選出する。さあフォースゲージの状況も非常に悪い状況だが、ここからどう持っていくか。第2ラウンド先に引っ掛ける元帥リリカ。さあナズナ戦あまり空中戦は得意としていないが、リリカは空中戦を得意としている。あまり空中では相手をしたくないが、さあもう一回引っかかってしまう。圧倒的リード、これは厳しいか。今こいで、さあマソガガミ引っ掛ける。なんとかパーフェクトは免れてシート芯で逃げる。ここからお見合い投げ、横投げ通してリワク突進当たらない。あれ多分あれかな、あの動物園というかウサギかなんかの誤爆かな。ジャンビさあ4ジャン入れて、勝ったのはこれは元帥ですかリリカ。さあ地方ミッチェル・クラリーチェ対2号リリカ。お互いにさあ大情報戦もあるかなが同じ風クラリーチェ対風リリカ、機動力重視。お互いブーメラン引っかかってしまう。めくってかっこいいコンボ落としてしまうが、そこそこダメージは取れている。ジャンイ叩きつけ、画面端から逃がさない。ここからさあのボリジェのゲージを吐き出せなかったか。噛み合って竜巻、あ当たってしまう、当たりに行ってしまった。ここから一回補正切って、もう一回補正切ってしかしまだ死んでない。クラリーチェは脆いですが瀕死時の根性値はかなり高い部類ではあります。
叩きつけ、爪からブーメラン置いて、さあ逃げる、ジャイン当てて一本先取する。ニゴリリカジャインカウンターヒット、これは痛い。もう1回カウンターヒット、しかし追撃は今度はつながらず、ジャイン爪ダメージ取って空中投げ、おいしい。さあジャンビーニーからしっかり追撃、ブーメランで状況、さあしかし上りジャンビーニー当たってしまう。ジャイン引っ掛けて1-2の3、ファルクスまで入れてダメージ結構取って竜巻、ジャイン、あれで当たってないんだ。さあここから竜巻、なかなかに強い下からのジャンエー、ここで爪引っ掛けるバスト、そのままの勢いでジャンエー当てて、さあ大将戦リリカ同キャラお願いします。大将というか決定戦、いつもリリカ率の高い、あとラーさんと、中道具杯おなじみのリリカ同キャラ、さあ先にコンボ決めていいダメージ取っているのはオシムリリカ、オシムじゃなかった、これは減衰ですかリリカ。かかと当たっていない、ブーメラン、竜巻、画面端固めて、さあ逃がさない、総裁から、さあ5番で勝ったのは下水リリカ、そこからさあ殺しきる、ジャンイ出し切り、いい音鳴って1-2の3、1-2の3、11,263、半分持ってって、さし画面端でコンボを、さあ叩き落としができなかった、あまりいい状況で締めれず、ここから入れ替わり、5番当てて、ここでバスト、竜巻、あ当たってない、これは痛いミス、12の3、12の3から、10の頂上の入れて、間は上りジャンビ、長寿のファルクスまで入れる、ダメージ取って竜巻で牽制、間は上りジャンへ当たってしまい、さあ勝ったのは、これは減衰ですかミッチェルチーム、はい、次 LAR さんと七王子さんのチーム対、エコダちゃんとナツキくんチームでお願いします。ああ、そうだ、もう忘れてた。はい、エコダちゃんでキラかと思ったらキラじゃなかったでござるの巻。はい、行ってらっしゃい。さあ先方 LAR リリカ対、あそうだ、最近なんかもうずっとね ラーってやっと言えるようになってきたのに。さあラーリリカ対エコダちゃんこの葉、コロコロ靴が欲しいでござる、可愛いですね、はい、お互いノーマルから、
さあ風リリカ対カメさん、メディンさん、コノハ先に触れてガークラ補正切りからダメージ取っていく。ラリがファルクスまで入れて、さあ早くも残り2割、簡単人中断。さあ1回下がったところをしっかり追撃して一本先取するラリが、第2ラウンド5シー5シー固めて、さあ表裏卓メデインの、フォース効果利用した連携、竜巻当たってしまった 6B かなんか出しちゃったかな、そっから空中投げ、この葉の空中投げは追い打ちできる、叩きつけ、さあ絆落としからゴミ巻いて攻める攻める、そっから空中投げ、今度はしっかり投げ抜けて 3B から落としてしまう、これは少々痛かった、これはさあしかしラリリカ側もコンボをミスってしまう、ここから 3B、 最終ラウンド、さあ早くも半分持っていくラリが、メデインの効果で落下が早い、この地味な効果覚えてる人がどれだけいるんでしょうか。ちなみにあの落ちるのが速くなる効果の名前は確かアネルケスタイとかそんな名前ですね、まあ、そんな小ネタはどうでもいいとして、おっとクリティカルハート連携、しかし受け身は取らなかった、赤ヒットだが隠蔽投射怪人列大前、さあかっこいい7割持ってって、たーたんジャンシー当たってしまう、滝登りゲージがなくて追撃はできなかった、ブーメラン当たって、とっと青ヒットギリギリ繋がっていた、勝ったのはラリカ。さあ地方戦七王子さんと松木くん、お題の方僕も忘れてました